割と安彦かな尾藤大輔のミュージックテラス。こんばんは、猫大好き、猫アレルギーなシンガーソングライターかなです。不器用貧乏、紆余曲折ギタリスト BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割と安彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ウォーテー。はい、先週のエムテラはですね、リスナーの皆様とお台場のガンダムを目指し、そしてお台場のガンプラショップガンダムベースに侵入し、そこで尾藤君と B プラスさんが買い物をしまくりという内容でお届けしてまいりましたけども、今日はですね、打って変わって、都心から少し離れたとある町に来ております。さあ、ここでリスナーの皆様に問題です。さあ、私がこれから向かおうとしているのは次のうちどれでしょうか。1番、かなちゃんの実家。2番、かなちゃんのバイト先。3番、かなちゃんがリハーサルをやっているスタジオ。4番、尾藤くんの実家。さあ、一体どこでしょうか。それでは今から現地に向かってみたいと思います。というわけで、建物に入りまして、エレベーターに乗りまして、2階にやってきました。扉がこれだ、これでございます。開けてみます。オープン。あれ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。正解は、はい、尾藤大輔の実家です。正解はこちらです。私のライブのリハーサルをやってるスタジオです。イエーイ。最近は出張づいておりまして、今日はとある町のとあるスタジオにて、かなちゃんがライブのリハーサルをやるということでお邪魔いたしておりますけども、10月29日にハロウィンライブがあるんですけど、そのリハーサルです。てか今日じゃない、今日だよ。あ、そうだそうだ、今18時過ぎかもしれないんですけど、18時半から出番ですね。どこでやるんですか、ライブは。プライブハウスの銀座宮カフェさんです。間に合う人はじゃあ今から、はい、駆けつけてください。お待ちしてます。てかなんで尾藤大臣いるんですか、ここに。実はですね、昨日お誘いをいただきまして、急遽紆余曲折不器用貧乏ギタリストがかなさんのライブサポートとして出演させていただくことになりまして、イエーイ。もうあのリハーサル始まってるんですか。まさにこれから始まろうというところでございます。っていうか、私あれだな、尾藤くんとさ、こうやってスタジオ入るの初めて。そうですね、僕がギターを持ってる時に一緒に入るのは初めてだと思います。なんか仕事ではスタジオ入ってるけど、こういうプライベート感あるところは初めてよね。初めてですね。なんかすごい不思議な感じがします。だって尾藤くんが自分のギターを持って自分のエフェクターを持ってるっていうのが信じられないですよ。ギタリストだったんですね。ガンプラだけじゃなくてギターも弾くんです。今日はですね、尾藤大臣がかなちゃんのために作ったオケっていうのがあるらしいんですよ。作ったんですよね。はい、今回のライブのために同期のオケを作りました。ありがとうございます。っていうか、かなちゃんのさ、ライブで尾藤くんこんなギター弾くの。それは聞いてのお楽しみです。誰かの作った正しさに自分を見失いそうになるよ。何をすれば私はここにいる。どうこの粉に濡れろ、あゆえを愛してる。暖かい家に自由な生活にまた飛び猫じゃらし。
はい、というわけで、かなちゃんの、ライブリハ終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや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 、やったー。というわけで本日はこちらのコーナー、 Mテラ初企画、あなたが作った日本語以外の歌大特集。イエーイ。というわけで、かなり前に募集をかけておりました日本語以外の歌、いろんな国の言葉の歌が集まるのかなとか、造語や不思議言葉の歌が集まるのかなと思っておりましたが、今回はですね、かっこいい英語の歌が集中いたしました。というわけで、今週のトップバッターはこちらの方。はい、アップルミーツバズーカさん。プロフィールをご紹介いたします。ギター&ボーカルの小松美穂を中心とした4人編成のポストグランジバンド。1990年代の洋楽に強く影響を受ける。結成当初から DIY 精神旺盛な活動を続けており、現在では MV の撮影編集なども全て自分たちで行っているとのことです。楽曲に関するコメント。はい、楽曲タイトルはパーフェクトパズル。コロナが広まって世の中が混乱し始めていた時に作った曲です。竹野内豊さん主演の世紀末の歌というドラマから影響を受けています。山崎努さん演じる教授の鏡は愛の敵と言えるだろう、自己愛を増幅するからだ、人間よ自分と他人との区別をやめよなどのセリフからこの歌詞を構想しました。歌詞の日本語訳を MV に表示しているので、ぜひ読んでみていただけたら嬉しいですとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞小松美穂さん、作曲石井巨書さん、歌唱アップルミーツバズーカさんでパーフェクトパズル。強すぎて震える。 DIY 精神の一つ一つのクオリティとセンスが高すぎる。重厚だけど透き通ってどこまでも綺麗なギターの音が気持ちいい。滑らかな英子の歌声が際立ちます。お聴きいただきましたのはアップルミーツバズーカさんでパーフェクトパズルでした。はい、続きましてこちらの方。はい、イリュージョンフォースさん。日本、韓国、アメリカ3カ国のメンバーにより構成されている多国籍メロディックメタルバンド。韓国人ボーカリストジョン・ジンの超絶ハイトーンボイスを筆頭に、シロマル兄弟によるツインギター、バークリー音大卒のアメリカ人ベーシストオリー、日本人ドラマジェイドというメンバーで、2021年にキングレコードよりメジャーデビュー、現在レコ発全国ツアー中とのことです。楽曲に関するコメント。はい、楽曲タイトルは NEO。 ご本人様より音声コメントを頂戴しております。ミュージックテラスウォンテッドをお聴きの皆様、イリュージョンフォースのリーダーの白丸ゆうやです。イリュージョンフォースとは日本、韓国、アメリカの3カ国のメンバーで構成された、とってもとても聞きやすいメタルバンドでございます。メタルバンドといってもですね、多国籍で幅広いバックボーンを持って、あくまでキャッチーにやっております。その中でもスピード、テクニック、メロディーをメタルと EDM でまとめた曲を本日は聴いてください。それでは昨年キングレコードからメジャーリリースされましたイリュージョンフォースで NEO。 それではお聴きいただきましょう。作詞オリバーンスタインさん、作曲ゆうやしろうまるさん、歌唱イリュージョンフォースさんで NEO。
ージョンフォースさん来たー、メタル最高、冒頭からテンションマックス、エースにハイトーンボーカルは最強の組み合わせ、ヘビーメタルは神の音楽、頭振りたい。お聴きいただきましたのはイリュージョンフォースさんで NEO でした。さあ、ここで突然ですけども、尾藤大臣、明日は何の日でしょう？明日はもちろん同時音楽即売会 M3 の日ですね。我々ですね、 M テラ3人はそこに行っちゃう。もちろんです。でね、 M3 のさ CM 募集したじゃないですか。前回 M3 春たくさん来たじゃない。たくさん、本当にもう収まらないぐらい、10ぐらい来たよね。私たちも出しましたもんね CM。 そうですね、かなさんと僕もしれっと CM に混ざって流しましたね。で、今回ももうさぞかしね、おお、あんさかもう届くのかなと思って、うん、もうウキウキしながら待ち受けていたら、なんとその数いくつだと思います今回？17とか。お、じゃあ30。正解は4。4、10じゃなく4。もうね、終わったねこの番組。M テラのオワコン化がね、やっぱり旅番組にいくらがいですかね。やっぱ旅番組じゃないともうダメなのかな我々は。オワコンですね。夜旅がピークだったのかな。あれだって曲27曲ぐらい集まったでしょ。そうですね、あれが一番最大の数だったんで、あれがピークでしたね。そうそうさ、それくらい来ると思うじゃない。いや、ダメだねやっぱね。やっぱそうですね、こう調子に乗ってくるとガクッと。図に乗っちゃダメだねやっぱね。僕たちちょっと天狗になってましたね。天狗になってたね。天狗になってましたね。一回鼻へし折られた方がいいですね。そうですね。ということで、今からですね、貴重なその4本じゃねえな、最初4本しか集まんなかったから、尾藤大臣が裏工作してちょっと増やしました。裏から手を回してですね、多少増えたと思いますので、その貴重な、M32022 秋の、音声 CM を今からお聞きいただこうと思います。それではせーの、どうぞ。はじめまして、青井シャルドネです。人生で初めて CD というものを作りました。自分の好きをいっぱい詰め込んだボイスドラマ CD、 主題歌もあるよを作ったので、ぜひ第一展示場 E14A までお越しください。給付の MV や新作の PV を iPad で映像だけ流してます。かっこかわいいの黄金比 XSR サウンドステージ、リアルイベント M09AB、 ウェブイベント K006、アクシアブリッジからニューリリース。ワリタさん、カナさん、ビトーさん、そして M テラリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンシンガーの川久保徹です。 M32022 秋、僕は一般参加で会場の熱気あふれる雰囲気を楽しみたいと思っております。もちろん手伝いブラックとして番組の収録のためにご奉仕させていただくことはやぶさかではございません。 M3 に関わる全ての人々にとって素晴らしい一日となりますように。 God bless M3!さあ、こんばんは、カラーレスレコードです。10月30日 B05A ブースにて、不思議系エレクトロニカとお湯をイメージした新譜ユチルをリリースいたします。新譜以外にもビューティフルアンビエントの水、ハッピーエレクトロニカのハピネスもお店に並んでおります。ぜひ皆さんブースに立ち寄ってみてください。何かいいことがあるかもしれま、知れません。よろしくお願いします。チェリーズのチェリーです。チェリーズとは肉系癒しボーカルのチェリーとノリコンポーザーヒロテによる可愛くて萌え萌えな音楽サークルなのにゃ。 M3 では5枚目の CD を販売予定にゃんと。 M テラでおなじみの尾藤大輔にゃんがギタリストとして参加してくれた曲もあるとかにゃいとか、可愛くてにゃにゃの歌がいっぱい。第2展示場 K13B で待ってるにゃ。バイバイ。というわけで、あっという間の15分間。続きましてこちらの方。はい、ワンアイクローストさん。 R&B、 ヒップホップ、ジャズなどの多彩なジャンルを貪欲に詰め込み、どこまでもキャッチーに昇華された楽曲と叙情的でストレートな歌詞、テクニカルな演奏を武器に活動中とのことです。楽曲に関するコメント。はい、楽曲タイトルは Never Forget featuring ニッキー・シモンズ、男女のすれ違う記憶を題材とした楽曲、EDM とジェントをはじめとしたラウド系のバンドサウンドを混ぜ合わせて作られており、世界的に活躍するイギリスの歌手のニッキー・シモンズをフィーチャリングに迎えた一作とのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞レイさん、作曲レイさん&ノンさん、歌唱ワンアイクローズとフィーチャリングニッキー・シモンズさんで Never Forget featuring ニッキー・シモンズ。
さあ、我々明日 M3 行きますけど、オタク訪問募集したじゃん。来た？絶賛ギリギリまで募集中です。もう終わったね、我々オワコンです。というわけでお送りしてまいりましたのは、ワリさんことワリタスヒコと尾藤大輔とカナでした。それでは皆さん、せーの、お達者でー。カナちゃん、もうお腹空いてるでしょ。リハも頑張ったので、ね、家系ラーメンです。イエーイ、forget by sin, burning the sun, burning the sun, skin.